どうも北沢です今回は都ステークスの穴場3頭と人気馬診断をしていきたいと思いますではレースの傾向からいつも通りお伝えします、えー、まず1点目が1番人気と2番人気が強い、えー、このレースこの2頭でですね、えー、まあ過去8年の傾向になりますけど6勝していてともに復勝率50%と高いです 続いて、4歳馬を重視。こちらに関しては、4歳と6歳が過去好成績を収めていて、若干5歳が不振というのが面白いデータですね。続いて、内枠有りな傾向。もともとこの京都、ダート、1800どちらかというと内枠有利ですけど、このレースに関しても1から3枠あたりが非常に数値的にはいい傾向になっております。そして4点目、外国人機種が不振。 なんと過去8年、外国人機種が1回も馬券圏内来ていないということで、ちょっと近年の傾向とは逆行する形ですけど、このあたりも今年、継続されるのか、気になるところですね。では、展開予想。まあ、非常に今回、先行型多くてですね、まあ、1番人気がインティで、スマハマも、えー、ワイドファラオも2、3番人気で前目につける馬ということで、ちょっとですね、前早くなって、 厳しくなるかなと思います。で、四コーナーから直線入り口にかけてこの三強に加えて、えー、ノヴァレンダ、ー、アドマイアビクター、アナザーテルスあたりが早めに来るかなという予想をしています。で非常に、えー、まあペースが早くなってコース的には本当に差し追い込む不利なこの京都ダート千八ですけども、今回ばかりは差し追ま込のチャンスがあるかなということで紐あま紐穴要警戒という感じです。 で、えー、タイトルにも書いた通りですが、実は上位は1から4番人気で決まっている傾向です。過去8年。まあこれなんで8年かというと、去年は JBC でこのレースなかったっていうのと、10年前はまだオープン特別でしたので、その間をとって8年なんですが、なんと8年中、7年は、えー、1着から3着の間に、1から4番人気の中から2頭来てるんですね。 でえー、まあこう考えると3連単2等軸マルチをやる方にとってはすごく選択肢が絞れるかなと過去の傾向に乗っとれば1から4番人気の中から2等を選んでちょっとひもない薄めに流すという感じで傾向が出ているのでまあそれをこの流れが今年も来ればですね、えー、ちょっと面白い感じになるかなと思っています では続きましてパーず1ともインティ過去の成績からここでは完全に力上でしょうね前走の手応シに関しても結果的に差し馬が上位に来る流れで、えー、その後の走り見ていてもゴールドドリームがいなければさすがに負けていられないなという相手関係だと思いますただ問題は4ヶ月ぶりで半で5 9キロ 安城もまあ、川崎氏なんで心配はしていませんが、初起乗という点はやっぱり馬と人間ですので気になるところですね。あとはハンデが響いて、もしもスタートが鈍くなったらというところは気になります。まあ、やっぱりハンデが重くないはなるほど、えー、最初の初速の加速だったり、えー、勝負どころからビューンと加速する能力、ここに重ハンデというのは影響すると思っておりますので、ちょっとそのあたりだけが不安ですね。 続いて争点2番人気スマハマ戦ってきた相手からインティー以外なら力上位かなと思います、えー A、3歳の春にヒアシンス・テテフスで勝った大樹フェルブルももうオープンバですし、えー、そしてグリムとも接戦経歴がありますのでその辺りはまあ十分戦える力はあると思います前走に関しても半年ぶりで強い系は、まあ、自分でペースを作って完勝でしたので伸びしろはあると思います 逆にマイナスポイントとしては、東海ステークス。まあ、印ーに1.4秒差の負けということで、まあ、正直力的には、格が一枚違うかなと思います。そして、重症での連帯実績。まあ、もちろん東海ステークスしか出てないので、そこは、えー、そこまで気にする必要ないかもしれませんが、連帯実績はないという点は覚えておいた方がいいかもしれません。では、想定3番気ワイドファラオ。 ユニコーンステックスは初ダートながら完勝、まあ、ヘニヒューズということで、ちょっと人気にもなってましたが、ただ、ダート16で、前半サンハロー33秒9、1000メートル58秒台でいってですね、最後までしのぎきった点は評価したいと思います。で、2着も、このね、今年の3歳世代では安定勢力強いダートはデュープロセスでしたし、3着は3馬身離しているので、2との力が違ったなという。 ことには間違いないと思います。そして、マイルで花を切れるスピードがあるということは、高速決着が多い京都もこなせると思いますので、そのあたりは心配はないかなと思っています。逆にマイナスポイントとしては、前走の2着だったとはいえ、地方所属場に0.3秒差の完敗というところで、まあ、もちろんノブワイルドは強いので、本当に地方交流住賞でも、えー、人気になって勝つんじゃないかというところのレベルの馬ではありますけれども、そのあたり、 そして今回は初のダート1800メートル。強いコバと当たってどうかなというところは若干の懸念点ではあります。では続いてパート2、穴馬水晶のコーナー。1投目、キングズガード。前走は初の2000メートルでした。もともとダート専用のを主戦場にしているこの馬にとってはある意味挑戦だったと思います。ただ前の声の展開。 前回、中だるみがあって、結果的には前の子になってしまったんですが、そのか零0.3秒差の5着は、検討の部類だったと思います。一波論でも短くなるのはプラスだし、2年前のこの宮古ステークスは実際3着来ています。まあ、えー、なんか、勝ちとか、えー、連体圏目指してという、あの、乗り方をせずに、あくまで3着とか、えー、紐をくれればいいわという、思い切った乗り方をすれば、十分ですね、追い込んできて。 3着あると思います。逆に言えば G3 ならこの距離を乗り方一つでこなしてもいいなと考えています。で、さっき話した通り、ここは前が速くなりそうな予感で、前よりはこのコースの定石に逆らう形なんですが、ここは展開読みで一発に期待したいと思います。続いてベンジェンス前走初の千8ながら、器用に立ち回って2着。まあ、ものすごい ミチュルで、まあ、エアーアルマスという強い馬がいましたけれども、意外や意外、えー、ブラに回ってきて強かったですね。2走前の G33 着をはじめとして、今年はかなり充実してきた印象ですし、以前よりも客室に幅が出てきた今なら、この展開でも力は出せると思います。まあ、さっき話した通り、高速決着前走を対応して、えー、構想した点は魅力ですし、 逃げ栓後和を前に生かして後位中段から直線で一伸びする形、えー、また、まあ、カジノドライブ3区この京都ダート1008構想率高いですのでそのあたりに関してもちょっと期待してみたいと思いますでは最後3投目ラビットラン前走は勝馬から離されてしまった3着でしたが10ヶ月の休み明けでプラス3 0キロの馬体重響いたと思います 見方を変えれば、成長分による馬体像とも取れますし、人たたきした効果は大きいと思っています。京都競馬場は実は新馬戦ダート専用勝利している舞台で、昨年の JBC でも2着している相性がいい舞台。前がバテる展開なら、この馬の末足が生きてくると予想しました。ということでまとめ。まあ、上位人気、インティー新大。で、アナウマは今話した3頭。 非常に休み明け5 9キロと普通に考えたらこける要素満載なんですけれども実績的にさすがにここでは負けてられないなと思ってワイド圏内の3着の時空であれば16を信頼したいと思いますこの枠なら多少出が悪くても包まれないと思うので逆に大外枠プラスに捉えたいと思いますでは今回は古ステックスの予想をしてきましたちょっと G1 中休みということで寂しい週ではあるんですけどもこの後 アルゼンチン共和国会の予想も出しますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。また、ウィン5予想も土曜日11時半ごろしっかりとアップしたいと思いますので、合わせてご覧ください。まあ、今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。引き続き、グッド評価、チャンネル登録お願いします。ではまた。